田中選手お疲れ様です、はい今週末はいよいよ SC 相模原との武装決戦です。まずは心境の方お願いします。そうですね、まあ、どの試合も重要なんですけど、まあ、特にというか、まあ、相模原戦は相手もレベルの高い選手が多いですし、まあ、大変な厳しい試合になるんじゃないかなと思ってます。個人的に今の調子のはどうでしょうか。そうですね、まあ、練習から意識していろんなことを、より向上心を持って、取り組んでるんで、まあ、調子は絶好調です。相模原との対戦は初めてになると思うんですけど、まあ、ファンの方は隣町ということで非常にライバル意識があるんですけれども、選手たちはその辺はどうでしょうか。そうですね、まあ、ライバル意識というのもまあ少しはありますし、まあ本当にさっき見たようにレベルの高い選手が多いんで、まあ気を引き締めて試合に臨みたいと思います。改めて相模原の印象とかはありますか。そうですね、印象、まあ個人的な相手の選手なんですけど、高原選手が入ったって聞いて、まあ元日本代表とかレベルの高いチームでプレーした選手なんで、まあそういうレベルの高い選手と一緒にプレーする機会を与えられる可能性があるということは、まあ、とても自分にとってもいい経験になるのかなと思います。ファンの方はまた戸高選手のドリブルによるゴールなのかアシストなのかを期待していると思うんですけど、どうでしょうか、意気込みの方は。そうですね、まあ、練習から意識して、そういうプレーは、心がけているので、まあ、試合でいい形で、まあ、結果につながればいいなと思ってます。最後にファンの方にメッセージをお願いします。まあ、いつもそうなんですけど、まあ、難しい試合になるとは思うんですけど、まあ、そういう難しい状況になった時にやっぱサポーターの声援というのがとても大きな力になると思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。